い、どうもこんにちは。トワルマンドマンマイケル斉藤と申します。まずはガソリンスタンドに行ってきます。はい、というわけでですね、今回はですね、またアグリさんにサポートを依頼されましたので頑張ってライブしてきました。ガソリンも気持ちもいっぱいにして会場に向かっていこうと思いますので、よろしくお願いします。それでは動画ご覧ください。今回の機材はね、そんなに多くないんですけど、一番の目玉はですね、こちらなんですね。前回買ったヘッドアンプです。ライブ初導入なので楽しみにしています。それでですね、会場に向かってレッツゴー。はい、いつもの車載カメラなんですが、今回広角レンズつけたのでだいぶワイドに撮れてると思います。いやー、100均も捨てがたいものですね。いやー、やっぱね、晴れてるっていいですね。気分がいい。いやー、ライブ頑張ります。少しね、トイレ休憩してました。まもなく、会場に着きますので、急いで向かいたいと思います。ハロウィンですね。完全にハロウィンモードですね、周りは。全然考えてなかった。マジかよ。ちょっと待って、ね、あかん。はい、いつもの駐車場がね、止められなかったので先に機材を下ろしました。ベースとかね、重い機材があるので大変なので、先に下ろして、駐車場を探しました。いや、ハロウィンなんでね、何箇所も探しました。はい、なんだかんだでね、とりあえず駐車場に止めたので、まあ、ちょっと遠いんですけど会場に歩いて向かいます。めっちゃ逆光やん。はい、おなじみロキシーに到着しました。ご無事で来れてよかったです。よろしくお願いします。お願いします。みんなどこ？させたいのはオレンジ。あ、オレンジ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 系。はい、もうすぐリハーサルなのでチューニングしようかなと思ってます。スタート。入ってるの、俺どうですか？まだ5000枚かけてもらうんで。ミュートしてますね。あ、でもズームでできません？本当っすか？え？全然何にも使ってないんで。これでチューナーになるんですけど、これでミュートの仕方とかって、あ、これで。何したんすか今。バイパスミュート。あー、でもこれで、はい、
時間を過ぎてきました。はい、というわけで無事にサポートを終了しました。いや、やっぱアグリさんとねライブできて本当に良かったなと、そういう風に思っています。チャンネル登録もしよかったらよろしくお願いいたします。ありがとうございました。